はい、どうも皆さんこんにちは。沖縄の大学生星音です。今日は金曜日で授業のない日なので、クレヨンしんちゃんの、映画を見に行こうと思ってたんですよ今日。でもクレヨンしんちゃんの映画公開延期になっちゃったんですよね。公開前日にねそんな決まるってなかなかないことだと思うんですけど、緊急事態宣言とかねいろいろあるからしょうがないですよね。小さい子もね見る映画なので、残念ですが、クレヨンしんちゃんの映画はしばらくお預けということで、でも沖縄はね今日は台風が近づいていて雨がねすごいので、いずれにせよねどうやって映画館まで行こうかなと思ってたので、ちょっとね映画館行くの難しそうかなとか思ってたので、じゃあ今日は家でなんかアマゾンプライムにねせっかく入ったのでアマゾンプライムで映画でも見ようかということで、今日はね何見ようか迷ったんですけど、スマホを落としただけなのにをね見てみました。スマホを落としただけなのには2年前ぐらいにやってた映画かな。いつやってた映画だろう。私が多分高校生の時なので、いつだったかな、ちょっとよくわからんのですけれども、多分 2,3 年前の映画ですよね。割と最近だと思います。で私ね、スマホを落としただけなのにのね小説買ったんですけど、買ってね読んでないんですよね。多分1ページも読まないでそのまま積んどくになってると思うんですけど、なんか面白そうだから本読もうと思って買って、ブックオフとかで買ったのかもしれないけども、多分700円払って買ってたら読んでると思うのでブックオフとかで買ったんじゃないかな。そのスマホ落としただけなのに、だから原作も読んだことなかったので、これねずっと気になってたから見てみようということで映画を見てみました。やっぱねすごいね面白かったっていうか、なんかねなんていうの、スマホを落としていろいろなんか怖いことが起こるみたいな、なんかそういうさホラー系のねなんかドキドキさせられる映画なんだと思ってたんですけど、結構 もちろんそういう要素はあるんですけど、結構なんか謎解きとか、サスペンスみたいな要素も散りばめられてるっていうか、そっちが主体かな。多分アマプラでもアマゾンプライムでもサスペンスの部類に入ってたんですけど、サスペンスですね、事件を解決していくみたいな、そういう側面があって、事件に巻き込まれる人がいてね、スマホを落として事件に巻き込まれる人と、事件を、解決に、導いていく警察の刑事の役等がいてね、すごい結構いろんな要素の入った映画でしたね。なんかスマホを落としただけなのにのね映画が公開された時にも、やっぱスマホを落としてはいけないっていうか、スマホを落としても大丈夫なようにこうしっかりねパスワードをかけておかなきゃとかね、そういうのがいろいろ話題に上ってましたけども、確かにね恐ろしいですよねスマホを落とすっていうのはね。今だって人のスマホが手に入ったら、要はだってその人になり代われるわけじゃないですか。例えば勝手に星音のアカウントを作って、それでねなんかこうつぶやくとか、そういうことができるわけですから、なんかアカウントをね乗っ取られるとか、そういうの本当に恐ろしいですからね。やっぱパスワードとかは本当にね他人にね推測されるような、自分のね誕生日とかそんなんじゃダメなわけですよね。SNS とかを勝手に、乗っ取られたらさ、だって自分が送ってないメッセージが勝手にね自分名義で人に送られちゃうわけですから、そういうことをしてるとね、なんかこういつの間にか自分が犯人に仕立て上げられていたとか、そういうことが平気で起こるわけですよね。そういうのの恐ろしさを、もちろんそのさ、なんていうの、携帯をね、携帯のアカウントを乗っ取られたらとか、パスワードを他人に教えたらどうなるかっていうのは、もちろん我々は想像することができるけれども、この映画はね、結構なんていうの、そのリアルな映像で、本当になんかそういうこと起こりそうだよなっていう、それをまさにね、結構その世界に入り込んで映画を見ることによって、本当にね、こういうことを自分の身にも起こりかねないんだよなっていうのをしっかり教えてくれるっていう意味では、なかなかね、いい映画だと思いますので、やっぱ若い人、特にね、でも若い人はね、若い人に限らないかな。むしろなんかあれですよね。あんまりこうスマホとかいじりませんっていう年代の人の方が、パスワードって誕生日でいいんじゃないのみたいにね、思ってる人多分割といると思うので、そこそこ年配の方とかね、あんまりこう、携帯の本質的なね、恐ろしさをまだ自分よく分かってないんじゃないかなって、私もね、分かってないかもしれないですけど、やっぱり、あれですよね、インターネット、っていうのは本当にね、恐ろしいですよね。だからなんていうんですか、どう恐ろしいのかで、どうすれば恐ろしくないのかっていうのを、しっかり理解することが大事なわけですよね。包丁を使って料理するときに、包丁を誤って使ったらどうなってしまうのかっていうのをよく分かった上で、こうすれば危なくないねっていうのがよく分かってるから料理できるわけですよね。包丁怖いって言ってたら永遠に料理ができないけれども、包丁っていうのは手を切ってしまう恐れがあるから、こうやって、持って、こうやって、使えば、手を切らないで済みますねっていうのをよく分かった上で、危険を回避する方法を分かった上で、うまくね包丁が使えるわけですからね。
なんて言うんだろうな、よくわからないけど使ってみるっていう、まあ別によくわかんないけど使ってみてうまく使える人はいいんだけども、なんて言うんだろうな、しっかりこう、失敗した時どうなるか、例えば、なんだっけ、自動車をね、運転する時とかもそうですよね。もし飛び出してきたらどうなるか、飛び出してくるかもしれないから、こうね、なんか100キロとかで走ってたら、一般道をね、100キロとかで走ってたら取り返しのつかないことになっちゃうっていうのをわかってるから、もうちゃんとね、法定速度を守って、まあ、そのある程度のね、なんていうの、その速度を守って運転しなきゃいけないんだなとか、まあ、そういうことがあるわけじゃないですか。だけど、なんもね、そういう、飛び出してくることとかなくないですかとかね、そんなことは、想像もしてませんでしたとか、例えば人を引いてしまった時に、いやいや、飛び出してくるなんてそんなの想像してませんでしたとか、そんなことは問題にならないのでね、想像してたかしてなかったかとか、いや、知らなかったとか、そういうことじゃ済まされないので、まあ、やっぱり、こう、携帯電話っていうのはね、まあ、私たち日常的に使ってますから、こう、携帯を使う時にね、なんていうの？この携帯電話にどういうリスクがあるのかっていうのを、まあ、しっかり知っておくこと。で、それが分かってればね、どうやって対策をしていけばいいのかっていうのが分かりますからね。本当にね、恐ろしい話だなと思って。で、割とね、なんかね、なんて言うんだろう、なんか突拍子もないね、さすがにそんなことは起きないよっていうような話ではなくて、割とね、本当にそういうことは起こるんじゃない、起こるっていうか、この世界のどっかで本当にこういうこと起こってるよなっていう、なんかね、それぐらいの、なんかリアルさがまた恐ろしいですよね、逆に。なんか普通にありそうなのが逆に怖かったですね。なかなかストーリーも面白いっていうか、こういろいろな要素が入ってて、本筋のね事件だけじゃなくて、こういうなんかこう人のね、ネットによってこう人の秘密が暴かれちゃったりとか、こういう、そうかそうか、そんな本当に、なんて言うんだろう、本当にネットって恐ろしいなと思いますよね。やっぱネットの恐ろしさっていうのは何でも記録に残ることでしょうね。例えばなんだろうな、例えばですよ、例えばだけど、大手企業の社長とかがね、小さい頃何してたかとかって、まあ、あんまりわからないですよね。わからないっていうのは、例えばさ、今80代とか70代の人が小さい頃やんちゃしてましたとか、まあ、あんまりね、だから、なんていうの、あんまりちゃんと記録に残ってないでしょ。だから例えば友達とね、殴り合いの喧嘩をしましたとか、そんなことって、記録に残らないじゃないですか。けれども、今の時代さ、なんかさ、こう誰と誰がさ、例えば喧嘩してる様子を写真とかに撮られてた日には、それ、なんか、50年後とかにさ、その写真が掘り返される恐れがあるっていうことですよ。だから、なんつうの？なんか、軽い気持ちでね、インターネットになんかこう、写真をね、あげちゃうとか、よくほら、バイトテロとかもね、今は問題になってね、よくニュースになってますけど、例えばこう悪いことしてる様子をね、なんかノリでね、仲間内で写真に撮っちゃって、こうね、みんなで悪いことしてますみたいな、なんかね、こう、例えばなんだろうな、未成年だけどお酒飲んでますみたいな、そういうのを写真に撮ってたりすると、それがね、後々、自分の人生を狂わせる、まあ、ことになるのだということをね、よく、考えなくてはならないわけですよね。まあ、悪いことしなきゃいいだけの話なんだけど、でも、そういう、なんていうの、割とだからさ、今の、本当にね、昭和、の時代とかにね、育った人たちは、多分実はね、小さい頃悪いことしてたんだけど、まあそれはね、もうなかったことにして、ね、今、普通にね、こう、なんていうの、今、例えば大企業のトップになってますとか、そういう人って別にザラにいると思うんですよ。で、まあもちろんね、もちろん別にさ、小さい頃悪いことしてたけど、立派に大人になっていい仕事してますって、それは結構なことじゃないですか。だけども、そういう人がさ、昔さ、お前昔、小さい頃悪いことしてた時の写真あるんだぞとか言ってね、脅されちゃうとかね、そういうことが現実に起こり得るんだなっていうのが、恐ろしい世界ですよね。だから、インターネットにあんまりこう、不用意に、まあ、物をあげるっていうのは、あんまり推奨されることではないですよね。まあ、私もね、こう、普段からさ、こう、日常生活をね、いろいろインターネットにあげてるわけですけれども、こう、後々ね、掘り返されて、10年後に掘り返されて、それ問題じゃないって言われるようなことがないようにね、しないといけないわけですよね。あと、例えばなんだけども、当たり前のことが当たり前じゃなくなるっていうのがあって、例えばなんだろうな、50年前にね、YouTube があったら、50年前の YouTuber は多分さ、なんだろう、
家の中ではな、夫が、旦那さんがね、偉いのは当たり前とか、そういうことを普通に言ってたかもしれないじゃないですか、50年前に YouTuber がいたら。でも、その映像を今引っ張り出されたら、この人、なんてこと言ってんのって叩かれたりするわけでしょ。だから、今私たちがね、当たり前だと思って、世界っていうのはこういうものだと思いますよ、とか、適当なことをね、インターネットで喋ったりとか、ブログに書き込んだりしてると、それ50年後になって、あなたこういう価値観持ってたんでしょっていうことになったりね、叱れないのでね。だから、あんまりね、自分が正しいと思っても、私はこう思うとか、あんまりね、あんまりインターネットで言う必要はないんじゃないかなと思いますよね。今自分の目の前にいるこの信頼のおける人に私はねこう思うんだよっていうその話を共有するのは全然構わないことだと思うんだけども、本当にね誰が見られるかわからないで、しかもそのいつの時代のね何十年後見られるかもわからないねところに書くっていうのは本当に恐ろしいというか、それなりの覚悟が必要なことですよね。今この世界、今この世の中だからみんなに受け入れられることでも、10年後に掘り出された時にそれが爆弾発言になってるっていう、その可能性が、まあ、全くないわけではないのですよね。うん。まあだから本当にね、自分の言ってることは正しいと思える時だけ、まああんまり、ね、そういう問題じゃないんだよね。あんま自分が正しいと思ってるかどうかっていうのはあんまり関係ないですからね。こうだってネットで炎上する人とかも自分は正しいと思ってね、まあ、別に特定の何かをやり玉にあげるのはやめておくけども、まあ、自分はね正しくてみんなもこう思うじゃんとか思ってインターネットにね投稿したら、みんなからそんなわけないだろうとか言って叩かれてるわけじゃないですか。だから、まあ、インターネットっていうのは恐ろしいですよ。うん、それをね再認識させてくれる映画でした。結構ね2時間いろいろ考えさせられる映画でね、あこれ面白いなと思って、 Amazon プライムいいですね。もうちょっとね他にも視聴者さんに LINE ライブとかでね視聴者さんに勧めてもらった映画もあるので、それもねまた時間のある時に見たいと思います。今日はちょっとこれからね、予定があるので、今日はじゃあこの辺にしたいと思います。見てくださってねありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。